はい、デレクの石本です。今日はね、長年、材を探しててようやく出来上がりました。デレクカスタムギターのオリジナルモデル、カスタム TE、アマゾンジャラ、フィンガーボードの、レビューを行ってみたいと思います。このギターはですね、何といってもその特徴はこの指板なんですね。この指板がアマゾンジャラっていうね、そうですね、ハカランダとほぼ同じ密度のね、エキゾチック度を採用してましてね、ちょっと分かりにくいですけども、とても上品なねフレームが入ったね、材です。で、色目もね、独特の赤茶っぽいというかね、フレーム、メイプルのようにそこまで白くなく、かつ、ローズウッドのように、赤くもなくというかね、ちょっとそのメイプルをこう焦がしたような色というかね、独特の色ですけどね。で、ボディサイドバックはね、サイドバックじゃないや、ボディバックはね、アルダーを使って、でトップにはですね、極上のフレームメイプルで、ヘッドの方にもねフレームメイプルを貼ってね、かなり上品な感じのね、ギターに仕上がってます。ではね、細部にわたって見ていきたいと思いますけどもね、なんといってもこのボディトップのねフレームメイプル、ゴージャスに美しくねびっしり入ってますけどね、はい、なかなかいい材だと思います。それからデレクカスタム、TE のためのオリジナルのね、ハンバッカーと、それから、TE タイプのねリアピックアップ、サイキデレクさんとね、に、ワイヤリングしてもらったわけですけどもね。で、白のワンピースのピックガードですね。それからコントロールはね、レバースイッチ3、ポジションのレバースイッチですね。で、マスターボリューム、マスタートーンという感じですね。で、なんといってもこの、アマゾンジャラね、こう独特の色合いなんですけどね、この写真、動画で見えますかね。で、上品にね、フレームがうっすら入って、角度によってはね、独特の表情を出してくれますね。で、言い忘れましたけども、このフレットはですね、ジャスカーの、5085ですか。ね、いつもはね、ヴィンテージタイプのちょっと細めのやつをするんですけど、今回は若干、それよりも、厚みのあるタイプでね、演奏性を重視した感じのね、フレットにしてみましたですね。で、牛骨のオイルガンシンのナット、それからヘッドトップもね、こうフレームが入ってましてね、それから、テンションバーという感じでね、ペグはですね、後藤の、ペグを使ってます。クルーソンタイプのね、ペグですね。では裏側も見てみますね。はい、こんな感じですね。いわゆるヴィンテージタイプの、ペグですけどもね、後藤製で精度の高いものですね。で、メイプルネックですけども、割とスッと綺麗なまっすぐな木目のねメイプルネックで、ネックプレートは、クロームの4点止めですね。で、センター合わせのアルダー2ピースボディになりますね、裏側はね。で、ジャックプレートですけども、テレキャスターの場合、落とし込みになってる奥にね、へこんでるような感じのやつがついてる場合が多いんですけど、これはね、操作性やら、強度とかを考えてね、この、メタルの、ジャックプレートにしてね、取り付けておりますね。で、そうですね。あと、こっちが、ストラップビート。ね。左右のこの、つなぎ目なんかわかるかな？なかなか危険で、メイプルと、アルダのつなぎ目に、この、
黒いラインを入れてね、非常にこれもなかなかねちょっと隠れた、センスの良さが現れてるのではないかと思いますけどもね。さてでは、音を出していきましょう、ということでね、早速音を出していきたいと思いますけども、説明の時に詳細の時に言い忘れましたけどね、このブリッジもねこれあのヴィンテージスタイルなんですけども、シックスウェイのね、ブリッジを使って、ピッチの安定性とかをね、ちゃんと確保できるようにしてます。それとあのネックもね、こっちは、U シェイプですね、非常に握りやすいネックになってると思うんですね。でネックはナット幅は、42ミリというところでね、標準的なサイズにね収めておりますね。それではね実際に音を出していきます。サウンドを聞いていただきましたですけどもね、かなりね、腰のあるずぶとい、サウンドが出てたんではないかとね、思いますけどもね、やはりこれもやっぱりこの Amazon ジャラのねフィンガーボードと、それから
このアルダー2ピースボディに、フレームメイプルトップというね、このボディとネックのバランスによってね、コールドサンドが出されているのではないかと思います。ね。で、言い忘れましたけどもね、重量もね、一応、3.7kg ぐらいなのでね、重くもなく軽くもなくというね、絶妙のバランスではないかと思います。まあ、詳しくはまたね、デレークのホームページのね、リンクを下の方に貼っときますので、そちらの方から、ご覧いただければと、また、お問い合わせいただければと思います。で、この、動画がね、良かったと思われる方はですね、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンの方ね、よろしくお願いします。今日は、デレクカスタムギター、カスタム定位、アマゾンジャラフィンガーボードのご紹介でした。どうもありがとうございます。